あ、おい、大丈夫か。どうも。上がって。汚いけど。お、うおー、この家全体から真冬の匂いする。もうダメだ、帰ろう。こら、タマ、こっちおいで。なんで猫みたいな名前つけてんだよ。毛玉っていうの、よろしくね。くそ、上がらないの。うん、差し入れ。俺はすぐ帰るから。お袋さん今いないって言ったから様子見に来ただけだし。おいおい、ここで倒れるなよ。とりあえず布団まで見送るから、すぐ帰るけど。飲み物ここに置いとくし、プリン冷蔵庫に入れとくから。帰るの？帰るよ。俺いても邪魔だろ。寝てろよ。まだいてもいい。おめえはなんだかんだ押し強えよな。あと5分。真冬、昨日歌詞あんまよく覚えてねえんだけど、あれ失恋の歌？うん。次は違う歌が作りたい。次な。こいつもちゃんと次を考えてるのか。昨日の歌が決壊した真冬はすごかった。あれほど真冬の恋の歌なんて聞きたくないと思ってた俺ですら圧倒された。この細い体のどこにあんなたくさんの寂しさを詰め込んでたんだろう。次があるなら俺がその次になりたい。